サンディエゴからこんにちは脳科学イングリッシュトレーナーの塩浜直子です今回は英語のリスニング力アップに効果のあるオーディオブックの活用術についてお話しします英語のリスニング力をえ鍛えるためにはどうしたらいいんだろうと思ったことありませんか面白みのない英語のナレーションを聞くよりもワクワクドキドキしながら英語に耳を鳴らすことができたら嬉しいですよね脳には 心を動かしながら得た情報は、長く記憶に残るという特性があります。このチャンネルでは、英語を楽しく味わいたい、知的好奇心いっぱいの方に向けて情報発信をしています。ぜひチャンネル登録してくださいね。私がおすすめするのは、映画化・ドラマ化された作品を見て、面白いと思った作品に原作があったら、そのオーディオブックを聞くことです。 大体の内容が頭に入っていることは大きな助けになります意味がわからない言葉が出てきてもなんとなく意味を推測できるようになるんですよねただ聞き流すというのはやめましょう耳から入ってくる英語の意味を理解しようと努めてください、ね、せっかく英語を聞いているのに右から左では何も頭に残りません最初は5割聞き取れればよしとします スピードが速すぎると思ったらスピードを遅くしましょう今そういうね設定ができますので自分の耳にね心地いい速さで聞いてみてください英語を学ぶ人は真面目で謙虚で頑張り屋という人が多いですだから自分に厳しいルールを課してしまうんですよねで結局自分の首を絞めてしまうことになります英語を向き合う時に大切な3つのマインドセットは完璧主義を捨てること 無理なルールを作らないこと自分を甘やかすことですオーディオブックだけでなくその本も用意すると最強です耳で聞き取れなかったら文字を確認すればいいんですねで、さらに和訳本が出ていたらぜひ手に入れてください意味がわからなかったら和訳本と照らし合わせましょうね、英語はあなたにとって第二言語ですからわからなくて当たり前なんです あえて自分を甘やかしてみましょう日本語に比べると英語は抑揚が大きいです日本語が小川のせせらぎだとすれば英語は大きく打ち寄せる波とでも言いましょうかね、英語のナレーションを聞くときはイントネーションを意識しましょう大事な部分は強くそうでない部分は弱く発音されます 日本語とは違う英語のリズム強弱フローを感じてくださいね英語は「綴りりとと発音がが一致しないことがよくあります、ね。知っている」という意味の「NOW」というね「KNOW」N o w、という動詞も「K」は読まないですよね。サイレントレターというんですけれどもあともう一つは「ダウ t 疑う」っていう動詞の、d「DOUBT」の「B」B は読みません。ね だからオーディオブックを聞きながら同時に本を読むと綴りと発音を同時に学ぶことができるんです。それとあと決まったフレーズとかよく一緒に使われる塊はつながって聞こえます。耳では耳ではねちゃんと聞き取れなかったけど英文を確認してみたらこう言ってたとかそうか発音するとこうなるのかという気づきになりますよね。で自分で使ってみたいフレーズ。 言ってみたいなと思えるようなセリフがあったらぜひ声に出してみましょうナレーションに合わせて言ってみてもいいし追いかける形で一時停止しながら言うのもいいですねオーディオブックを聞くと英語に耳が慣れてリスニング力が鍛えられるだけではなく英語のボキャブラリーが増えます用紙を読みながら聞くのは最高に効果的です聞き終えてから英文を確認してもいいですし 私はいつも Kindle で読むんですけれどもハッとした表現とかこれ使いたいと思ったフレーズとかあと初めて出会った単語にはハイライトをしてメモを追加しています脳には心を動かしなががら得た情報は、長く記憶に残るという特性があります。だからハッとしたりグッときたり心の琴線に触れた言葉とかフレーズは脳が喜んで記憶してくれるんですつまり忘れにくいってことですよね。 映画やドラマを英語字幕で見て語彙を増やすこともできるでしょうでも私個人としては洋書を読んで聞くのが最も効率的に語彙が増やせると感じています私は朝起きて瞑想した後に英語のオーディオブックを20分から30分聞きながら朝食の準備をして食べるという習慣を10年以上続けています私がオーディオブックを聞くのは 夕食後に見ることにしている映画とかドラマで意味調べののための一時停止を減らしたいいんですね見ている時はそのストーリーにどっぷりとハマりたいからできるだけ知っている言葉があのね知らない言葉が減れば減るほど一時停止しなくて済むんですね。で理由はそれだけではないんです。英語で知っている言葉とかフレーズが増えればいざという時に英語でしっかり戦えます。 ね、サンディエゴに住んでいるので、家族や自分を守るための英語力を磨き続ける必要があるんですね。ね、2009年にサンディエゴに移住してから15年が経ちました。英語に関して実感しているのは、英語の肝はボキャブラリーだなということなんです。その言葉の意味をしなけれ知らなければ、聞いても読んでもわかりません。でもその意味を知っていれば、自分でたとえまだね。 書いたりり話ししたりできなくても聞けばばわわかかるる読めるんです英語で生活しているとその差がとてつもなく大きいことを実感するんですね。もし近いうちにね英語圏で生活する予定のある方いつか海外で暮らしてみたいなと思っている方は今からでもオーディオブックで英語にね耳を鳴らして同時に要所も読んで英語のボキャブラリーを少しでも増やしていきましょう。絶対に役に役立ちます、ね ここからは私が使っているオーディオブックサービスを紹介するんですが私がまずあの探すのは「Spotify」というあの音楽アプリですね音楽を聴けるアプリなんですけれどもこれがですね最近 Spotify の家族プレミアムプレミアプランだとその主会員は15時間までオーディオブックが聴けるっていうことなんです。で使わなかった時間、まあ 13時間しか使わなかったりしたらその2時間っていうのはもう消,消えちゃうんですね翌月,翌月に繰り越せないんですけれども、まあ、それでもかなり豊富な品揃えがあるので聞きたいオーディオブックがあったらまずは私はスポティファイで探して聞きますで1日30分聞くとすると1ヶ月30日としてちょうど15時間聞けるっていう計算になるんですねでもね面白くてもっと聞きたいっていうその要所が多くて 朝の習慣だけででなくて暇さえあれば聞いちゃうんですよねだからもうあっという間に15分15時間が消えて超えてしまうことが多いんですね。でスポティファイの15時間が超えてしまったら次に使うのは地元の図書館サービスですあの近所の図書館でね目当てのオーディオブックを借りられるかどうかをチェックします。あのリビーというですねあのレンタルサービスというかその図書館の図書館アプリ があるんですけれども、それで Kindle とか電子書籍とかオーディオブックが借りられるんですね。で、出たばかりのベストセラーでない限りは割とすぐに借りられます。で、これは無料なので、すごくね、あのお財布にも優しいですよね。これは多分アメリカ限定かもしれないので、他の国のことはちょっとわからないんですけれども、私は図書館サービスをあの利用しています。 で最後にオーディブルというのはあのアマゾンの子会社なんですけれどもあのいつでもねそばにもすごく気に入ってあこれはいつでも聴けるようにしておきたいなというオーディオブックはもうそのアマゾンのオ,アマオーディブルで購入ししててておいて常ににけるような状態にしてあります、ね、今まで、まあ、何度聴いてもいいなと思った4冊は「アトミック・ハビッツ」と「シュードッグ」と「ワンダー」と「レッスンズ・イン・キミストリー」だったんですね。 ね、また別の動画で私が個人的におすすめするオーディオブックの紹介をしたいと思っていますはいいかがでしたか映画やドラマの原作本をオーディオブックで聞いてみたいという気持ちになってきましたかね、耳で聞いて本で読むこれを毎日の習慣にすれば英語力は間違いなく身につきますね、英語について悩む暇があったら要所を読めというのが私の口癖です ぜひオーディオブックを試してみてくださいね。これからも動画を見てくださっている方に、英語って楽しいと思える情報をお届けします。英語で成長したい方、共感していただける方は、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。